社会福祉法人が少し変わりますよねという報道がありました。はい、皆さんおはようございます。2020年9月の30日になります。朝のウォーキング Vlog を隅田川の遊歩道ほとりからお送りしています。小さな発見があればいいかなと思いながら朝歩きながら皆さんに情報提供していますが、あとは歩きながら聞く本ですね、オーディブルを聞きながらその日に感じたこと、そういったことを皆さんにお伝えできたらいいかなというふうに思っています。さて今日は非常に秋らしい朝、青空ですね、バックに見えているように秋らしい朝です。で風速は約5メーター、結構川の流れがですねこう動きがあるということですね。またちょっとその映像も撮りましたので皆さんにこの辺に流しておきますので、この川の流れでその日の風を読む、あるいはその日の自然を読むということもどうかな、面白いかなと思っております。はい、 いい天気ですね、涼しいですね。はい、さて今日のテーマは、オーディブルの情報というよりもですね、社会福祉法人が少し変わりますよねっていう報道がありました。私は社会福祉法人の勤務が、14、15年かな、民間企業のユーロ老人ホームに始まって、一部コンサルの時期もありましたが、2014年その社会福祉法人老人ホームの施設長を辞めるまで社会福祉法人に14年勤務して、その法人経営も法人本部の長もしながらですね、高齢者介護という領域で関わってきました。中に入って結構な戸惑いがありました。で社会福祉法人という中で働くことも当時初めてだったし、それがどういう構成があったかということもわからないですね、言葉も分かりませんでした。で2000年に介護保険の制度ができて、その社会福祉、高齢者福祉も大きく変わるところから僕の社会福祉法人の仕事が始まっていきました。で措置というのはですね、サービスがこう措置って言いますか、与えられる、作られていて、サービスを選ぶことができないですね、自分の意思で。例えばあなたは年収がいくらで、こういう状況であればこの町のこの3つの中にこういう空きがあるのでこの中から選んでください。で料金は収入に応じて、 あるいは家族のサポート体制、家族の収入だとかそういうものによって料金も決まります。なければ安くなる、お金があれば高くなるというような形で、その当てがわれたわけですね、サービスがね。で2000年に起きた、施行された介護保険は、介護の市場化というふうに言われて、措置じゃなくて、選べるようになりました。ただただその選ぶことが難しいので、適正に自分に合った介護あるいは福祉サービスが選べるかっていうのはなかなか難しい状況が続いているので、エイジングサポートアカデミーで介護選びの学びの場を作ったという経緯があります。ともあれこの社会福祉法人がずっと変わらなくちゃいけないんじゃないかという議論が、厚生労働省の中でずっと続いていて、で何回かそういう議論がなって変わってはきているわけですね。でまた今回社会福祉法人がどういうふうに変わるかということが少し報道になっていて、でその変わり方についてマニュアルも発表されています。同時にですから、かなりこの厚生労働省の中では具体的な議論が進められているということですね。でまたそれが肉付けされて、今後もこういうふうに関わっていきますよという議論は継続されていくということも告知がされています。はい、で今回の変更点はですね、社会福祉法人の譲渡合併というテーマでマニュアルが作成がされました。今までも僕が知る限りですね、特別養護老人ホームを経営している社会福祉法人が2つ3つこの地域の中で要は吸収合併あるいは分離されてきている事例は知っています。ただそれは多分皆さんの
中にきちんと報告がされていないですね。法人名が変わる場合もあるんですが、多くは法人名も変わらないままで、その、まあ、経営譲渡がされていく、まあ、理事のメンバーが変わったりですね、理事長が変わったりするというだけで、世間の人にはあまりどういうふうに変わったかということがわからないまま推移をしていますね。で、最近のこの高齢者福祉、まあ、高齢者介護に限定した話ですね、社会保障人は障害者施設、それから保育園の経営、それから社会福祉協議会なんかも社会福祉法人なんですが、まあ、あまり私はその辺は詳しくないので、この高齢者介護に限定して社会福祉法人を、まあ、見てきましたので、その視点からお話をしていきますね。で、2003年介護保険ができて3年後ですね。で、あの2015年の高齢者介護という、まあ、研究会委員会みたいなものが行われて、今後その高齢者介護はこういう方向に向かうんだという、まあ、指針が示されました。で、その時に、まあ、厚生労働省が中心になって発表した、その2003年なので12、3年後の高齢者介護こうなっているっていう中にですね、こういうことが謳われたんですね。この社会保障人はその単一施設では難しいですよということですね。例えば一法人一施設、うちは保育園が1箇所だけです、特別養護老人ホームが1箇所だけですというところでは経営が難しくなりますよということが謳われました。ですから経営規模を大きくしなさい、そうじゃないとこれから補助金だとか、それから措置費というか税金の、まあ、割当てだとか、まあ、もちろん介護保険、介護報酬、診療報酬等も見据えていくとですね、経営規模を大きくしないといけないということが起きたわけですね。で、その結果、あの出たり入ったり変更が続いていますが、小さな規模のサービス、例えば小規模なデイサービスとかですね、そういったこの介護保険の中に行われている報酬単価が結構下がったんですね。で、また今は少しこう上がったりしながらしていますが、結局報酬を下げるということは政策誘導なので、やっぱり小さなところってのはコストがかかるわけですね。まあ、20人規模で1台の車を持つ、あるいはそれに伴って職員数が例えば10人くらいしかいなければ、コピー代だとかそういう家賃だとかいうのも、まあ、頭数で割っていると、まあ、固定費が高くつく。まあ、もちろんサービスは自由にしやすくなりますが、なかなかこの経営規模という視点で言うと難しいものがあるので、報酬単価を下げて、経営規模が大きければ安定的な報酬が、まあ、支給される、まあ、そういう制度に少しずつ介護報酬単価も変わっていきました。ですから、あの小さなデイサービスなんかが結構あの閉鎖したりですね、しているわけですね。で、民間企業であればもうすでに M&A 吸収合併が進んでいてですね、その大手の介護事業者じゃないようなところが、そういう介護事業を M&A していくということが、まあ、大きく言えば、まあ、三谷さんの中でもご存知のように、あのコムスンさん、それからワタミ、それから保険会社とかですね、あとはセキュリティの会社ですね、まあ、そういったところがあの自らゼロから立ち上げるんじゃなくて、まあ、資金的に難しい、大きくなりすぎて運営が難しい、経営が難しくなったところを、あの要は M&A して今進めているということもその事例の一つです。これがあの社会福祉法人という制度の中でやっていくのが難しいということと、でもう一つ問われたのは、ね、世襲制の排除なんですね。世襲制って分かりますかね。あの代々その最初立ち上げた人たちが寄付をして社会保障人、あるいはその福祉施設を作るわけですね。ですから寄付行為で行われていくという社会保障人が代々その、まあ、家業として、その世襲として引き継がれてきているということが今でも続いています。ですからこれはおじいちゃんが設立をしました、でお父さんに引き継がれて、今は孫の私が引き継いでやっていますということになるわけですね。まあ、それはそれで、あの全てがダメというわけじゃなくて、その人が引き継いだその身内の方の経
経営能力だとか福祉に対する考え方がしっかりしていて、その地域福祉に貢献できるんであれば全然問題がないと思います。ただし実際はそうはなってないわけですね。その努力をして学んで成果を上げて地域福祉に貢献して、例えば施設長だとかその理事長に就任をすることによってその地域福祉は良くなるということが当然起きるわけですよね。ですから今の社会福祉法人制度改正においても理事長が罷免できるようになってるんですね。ちゃんと選んでください。経営ができる人、その地域福祉にちゃんとこう結果を出せる人を選んでください。でそのために評議員が設置されて、評議員がですね、分かりやすい言い方をすると社会福祉法人の理事長を罷免できる、選ぶことができる、うまくいかなければ更迭ができるというふうに変わりました。ただし実際はですね、その世襲制で来ているところはやっぱりその評議員も身内で固めて、まあ、自分たちのこの世襲を守る行為に入っていて、なかなかこの今変化の激しいこの社会に対応できないような形になっています。ですから全てが悪いという批判じゃなくてですね、なかなか社会の変化に対応できない組織体になっているということを僕も感じているわけですね。ですから、ご主人が理事長、施設長が奥さん、それと副施設長が息子であるとかですね、本当に家業なんですね。まあ、それがこの地域の利益につながっていない場合がある。その人のお家の利益が優先されて地域の利益がないがしろにされていれば、それは問題なわけですね。でやっぱり働く側から見たら、頑張っても頑張っても例えば施設長になれない、経営者側になれない、なぜならばそこはその世襲で引き継がれて身内だけで構成されている。ですからせいぜい、まあ、副施設長止まりですというような現実もあってですね、組織が活性化されていません。で実際も社会福祉制度改正もそういうことは認めていないんですが、実態はそれが続いているということですね。まあ、そういうことをちょっとイメージしていただいてですね、今回の社会福祉法人に対するその変更点は、譲渡ができるということですね。それと合併ができるということをちゃんと制度として整えて、推進を図るというふうに僕は捉えているんですが、小さな法人、一法人一施設はちゃんと経営がしっかりしているところと、合併をするなり事業を譲渡して、適正な地域福祉ができるような、そういう方向性を国が示しましたということになります。詳細はちょっときちんと読み取って皆さんにお伝えをしたいと思いますので、今日はこの社会福祉法人が変わりますよ、それが国がちゃんとマニュアルを出しましたよという情報提供です。でもう一つはですね、社会福祉法人には利益利潤という概念がないんですね。例えば100万かけて経費が70万で30万残れば、単純に利益ですね、粗利ですよね。そこから企業であれば税金を払うわけですよ。ただし社会福祉法人はこの利益という利潤利益という概念がないので、この30万に対して課税がされないんですね、非課税ですよね。でもちろん消費税だとか、いろんなところでかかるものもあるんですが、単純にその事業費、その福祉事業で得た収入は利益じゃないので非課税です。でじゃあそれは何なのって言った時に、翌年度に繰り越す経費なんですね。繰り越し金という、一般の言われています。ですから経費が繰り越されたので所得税とかそういうものがかからない、要は非課税法人なわけです。ということは同じ介護保険の中でやっている民間企業は税金を払いますね、利益が出たら。でも社会福祉は払わない。それを適正に扱っているかどうかというのが議論されたのが内部留保金という問題で、福祉財源としてそれが適正に将来蓄えられているか、で蓄えられていなければちゃんと地域に還元しなさい、あるいはその国にもしかすると戻しなさいというふうになるのかもしれません。ですから税金を払ってないだけ世間の目は厳しいし、チェックも厳しいということですね。
課税法人としての責務というよりも非課税法人としての地域福祉に貢献する社会保障人が、まあ、赤字で経営がうまくいかない世襲制できちんといい人じゃないところに引き継がれているところに問題がある、あるいは経営規模もそれで大きくならずに、まあ、費用対効果が悪い、効率が悪い、非合理であるということが起きるということですね。で、今後さらにこういうものを決めて示していきますよというのは資金調達ですね。新しい社会のこの100年時代ライフシフトの中に、こう地域あるいは時代が求めている事業を展開していくときにですね、あの資金ストック、キャッシュフローがよろしくなければ新しいものができないわけですよね。でかつ先ほど言った内部留保金にちゃんと福祉計画、福祉事業計画といって将来のビジョンが示されて事業計画が組まれていなければ、先ほど言ったあの福祉充実財源の、まあ、適費といいますかね、それが問われているわけですよ。ですからお金がなければ資金調達の方向性、方針も示す。そういった時に小さな法人って難しいので合併しない、しなさい、吸収合併しなさい、無理であれば譲渡しなさい、こういう、まあ、展開になるということです。ですからそういったことも踏まえながらですね、まあ、たくさんある社会福祉法人、その中で運営されている特別養護老人ホーム、デイサービス、訪問介護、まあ、みたいな、まあ、皆さんがこれから選択をする介護サービスが将来その法人格の変化がどのような影響を与えていくかということも考慮に入れながらですね、皆さんに情報をお伝えしていきたいと思います。まあ、介護選び、それから介護のプロになるためにその変化も知っておいてくださいということですね。はい、まあ、青空ですよね。まあ、非常に今日は過ごしやすいということです。それと今日の夜、あのドクターの、新谷さんにライブに登壇いただいて、まあ、カンボジアに赴任をされて、その発展途上国の医療から見たこの日本の医療の、まあ、本質をちょっといろいろお聞きしたいというふうに思います。9時からです。ぜひそれもご参加いただければと思います。はい、じゃあ皆さん今日も一日、素敵な秋の一日をお過ごしください。ではまたお会いしましょう。